さあ西田、西田からキックアウト、ガードラーのディープスリー、ダブルチームでいく、残り3秒、よく決めた、ネゴロ、サイモンにシェファー、サイモン行く、ダブルチームだがフェダウェイ、決めます。いや今のバンクショットも非常に難しいんですけどね、2ガードにしてるので、はいはい、ここでどう流れが出るかですね。西田に対して久保田がつく、西田のシュートは決まりました。久保田が運んで、お、久保田スロット抜けて決めていきました。あ、今のうまいですね。さあユトフ、ユトフにハーパー、ユトフいった、奪ったサイモン、サイモンから細川、細川ダブルクラッチ、アウト、三つだ、打たずにサイモンへ、サイモンが決めました。ではありません。ローレンス、なんとか繋いだ、ディープスリー決めた、これ大きいですね。第3クォーターに非常にいい動きをしました。長野のディフェンス来るところ、おっと合わせて、あーうまく決めました。ハーパーコントロールできているので、パフェはない。長野のスリーは落ちて、ユトフワーハンド、どちらが決めてオフィシャルタイムアウトに向かうんでしょうか。最後に入って決めました。になっています。リプレイです。そうですね、ディフェンスがいない逆。さあ隅野はどうか、ガードラーがリバウンド取って、レバーあります、決めました。ハーパードライブ、ユトフついている。あ、こういうとこユトフ選手うまいですね、本当に。ユトフ、そしてファウルになりました。この2点は大きいかもしれないですね、三河にとっては。さあ長吉決めた。さあ2分を切ります。西田決めた、やり返した、ここで来ました。西田が来るのか、西田スカウトして、ユトフはどうだ、決めた、連続でチームとして決めてきた。三河はこれ決めるとかなり有利になりますが、長野合わせました。三田ここは合わせて決めていきました。ここで試合終了です。